久保木一茂は、福島県石川郡古土野町出身の自転車競技選手、競輪選手、ロードレースとトラックレース、双方に出場する。競輪選手としては、日本競輪選手養成所119期生、日本競輪選手会福島支部所属。ホームバンクは、岩木平競輪場。小学校ではサッカーを4年間続け、福島県大会で優勝。 中学校ではバスケットボール部に入部し、3年時には首相になる。同時に陸上競技の特設駅伝部にも入っていた。学校法人石川高等学校に入学後、自転車競技部に入部。2006年の2年生時に兵庫国体少年の部ポイントレースで優勝。2007年の3年生時にはカナダでの8日間のステージレースであるツールドラビティビにジュニア、 日本代表として参戦、最終日には日本人初となるステージ優勝を獲得。2008年に日本大学に進学、自転車競技部に入部。大学生活初年度は環境の変化、厳しい上下関係、両生活に戸惑い成績不振に陥るも、2010年の大学3年時にインカレにてポイントレース、個人を言い抜きに優勝し、以後多くの勝利を重ねていく。 2012年に大学卒業後、和歌山県庁に就職、職員として働きながらも自転車競技を継続する。2012年から2013年は、マトリックスパータグに所属し、2013年は東京国体で優勝。2014から2015年は、チーム向きに所属し、2015年に全日本自転車競技選手権、ロードレースを優勝。 この2012から2015年の間も日本代表として UCI ワールドカップアジア選手権世界選手権など国際レースにも多く参戦また全日本自転車競技選手権トラックレースでも2012年のポイントレースに優勝2015年はポイントレース 4km 個人を追い抜き 4km 団体を追い抜きの3種目で優勝している 2015年をもって和歌山県庁を退職。2016年よりニッポビーニファンティーニに所属し、党プロ選手として本格的に活動を開始。2016年リオデジャネイロオリンピック出場。2018年にチームブリジストンサイクリングに所属。チーム拠点の移転に伴い静岡県三島市に移住。2018年の全日本自転車競技選手権。 ロードレース個人、タイムトライアルを優勝。全日本自転車競技選手権、トラックレースでもポイントレース、4km 個人、追抜け、4km 団体追抜け、マディソン、オムニアムの5種目で優勝。6巻のナショナルチャンピオンを獲得した。2019年の全日本自転車競技選手権、トラックレースでは 4km 個人追抜けを優勝。アジア新記録を樹立した。 4km 団体追い抜けでは日本新記録を出して優勝。ポイントレース、マディソンでも優勝し、4種目でのナショナルチャンピオンを獲得している。2020年3月、養成所第119回生特別選抜試験を受験し、合格。養成所における特別選抜試験の合格者は、旧慶林学校時代を通じて、第117期の現退地以来9人目であった。 同年5月29日に養成所で入所式を迎える。養成所在所中の競争訓練では49戦1着15回で第11位の成績を残し、2021年3月1日に養成所を卒業。同日、日本競輪選手会福島支部所属の競輪選手として登録された。5月1日から静岡競輪場で開催予定の 競輪ルーキーシリーズ2021にてデビュー予定。2007年、アジア自転車競技選手権大会ジュニア部門、個人タイムトライアル3位。2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年。ありがとうございます。